さあサポーターの見守る中前半戦スタートです。右のエンドを守るのはアーロン・ビナ、対して左のエンドを守るのはガルガ。ゴール前を固める。さあ固まっている。左足シュート。さあ先制点のチャンスになるか。さらにきゴールラインを割ります。ガルダ、今のは割とチャンスに見えたんですけれどもね。そうですね、打ってるんですけどね、まだちょっと空回りしてる感もありますよね。左から誰か入る。ここはヘッドでクリア。いい形で組み込んでいったんですけどね。レイプス前に上げてきますが繋がりません。なんか2人いましたよ。チェックに回る。中にスッと入ってきますね。ここで奪い合う。ここは阻まれました。ガルダも結局このボールを奪いました。真ん中から走り込む。一人で持っていく。ここは誰も走り込んでいません。この位置からスローインに変わります。中に誰か来てますよ。後ろからさらに行く。また取り返した。ここで激しい。これは惜しい。いやあとはコースだけなんですけどね。大きくいい展開してますね。守りを固める。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。ここは精一杯クリアします。ブライアン・ルイス、ザモラ、ようやくこの2人の2トップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。ファルダ、ここは及びませんでした。ボールは渡る。チェックに回る。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。直接行った。もったいない。いやー草澤さん、遠目から思いっきり打ってきましたね。そうですね、見てる感じではね、もっと押し上げたい気もしましたけどね。下げてここはアンゲラ。チェックに行く。オフサイドですか。左にさばいて。あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。チェック入れるか。ここには誰もいません。こういった大きな展開ですね。落とします。今度は左から上がっていった。左チェック。サイドからいい上がり方をしてますね。おっと、オフサイドかな。ここは旗が上がりました。でしっかり展開してますね。ああフォロー遅いですね。ここはなんとかクリアです。危なかったですね。ここはディフェンスされました。サイドチェンジ。一人いい動きを見せてますよ。おっと打ってきた。キーパーを防いでいる。さあアーロン・ビナ、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。いやしかしいい戦いしてますよ。そうですね。さあここは入ってきた。しかし追いかけるファウルになります。
ここは阻まれました。今前半の40分です。スペースがあれば上がってくるという形ですね。先制のチャンスだ。シュート、パンチング、ヘッド、エトゥフ、中にスッと入ってきますね。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。さあ速攻、前にいる、おっと抜けてきますね。さらに狙った、もうそろそろ笛が鳴るかというところで得点されてしまいました。いや本当ですよね。ここで前半終了。両チーム交代はありません。細かいボールの奪い合い、シュート、守備陣に引かれてしまって攻めきれなかった形でした。いいボールだ。キーパーこのコースをキャッチしました。ミランとしてはうまく流れを持ったという感じですね。はい、しかしここで差を縮めておきたいパルダ。アーロン・ビナ、この立ち上がりいかがでしょう。いや後半早々得点出ましたからね、勢いづいてますよ。いいんじゃないでしょうか。チェックに回る、ミドルで来る、キーパーを防いでいる。いやーキーパーナイスプレーでしたね。そうですね、よく反応しました。パルダコーナーキックを得ました。ゴール前に選手が寄ります。短く出した、中に誰かつけますよ。さあシュート、当たった。もう一度コーナーになります。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。さあショートだ、右からスッと入ってきますよ。またセットプレーとなります。さあ選手の動きに注目ですね。ショートですね、右に誰か来てます。ここからパットン、ここは阻まれました。アーロン・ビナ、ここからの攻撃になります。中盤でしっかり展開しましたね。デンプシー、今のところ1本シュートを打っています。左サイドに入ってきて、中にスッと入ってきますね。いった、いいディフェンスだ、いいマークでした。チェック、チェック、1人で駆け上がる、振り切れるか、シュート、さあアーロン・ビナ3点差をつけています。やや中のフォローが教えた。ここで激
っと来た。これはコーナーキックです。なんとかこのチャンスでね1点取りたいところですよね。カルダホーム側でコーナーキックを迎えています。いい動きを見せてますよ。いやしかし惜しかったです。ここはディフェンスされました。アンゲランサイドチェンジ、中央から走り込む。さあ動きが速くなる。チェック、スローインです。後ろからチェック、奪われる。チェックに行く、ヘッド、枠を捉えることができません。もう一回アリシェ。さあ北澤さん、アーロン・ビナ現在3点リードで試合が進んでいます。ちょっとこの時間帯中盤を支配されてきているようですが、少し対応遅れ出してますね。両サイドよく動いてますね。40分になります。後半40分、ここまで走ります。チェック、守りを固める。さあアーロン・ビナ4点リード。カルダンとしてはここまで予想しなかったかもしれませんね。もう4点差ですからね。チェック、カルダン今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、失点するまでは崩されるシーンがありましたけど、今はそれほど守備陣が崩れたりとかうまくいかない状況ではないと思うんですよね。真ん中いい上がり方してますね。